氷だけ。何がおるって九千っていう細長いベラナ。ベラナ。ベラ。あ、誰かいた。あ、おた、おた。潜るかな。すごい、潜るときダイナミックに。迷惑なんですけど。あ、やめて、やめてください。こうなるから潜ってたんですって感じだ。こうなるから怒られたりするから潜ってたのに。かっこいいね。なかなかかわいい。こんなのなね。ねえ、まだかわいいですね。え、どこでわかんの？模様。九線ってあの九本のラインがあるので九線っていう名前なんですけど。え、九本のラインっていうの。ああ、急に言うてよ。もうわからない。あ、すごいな。喋ってたやん。大きくなると色が変わってきてオスに。定点が。あ、そうなんや。すごい、マジシャンのようにいなくなりました。もう分からない、あそこら辺に。あそこら辺にっていう。起こされただけやんけっていう。飯ないんかい。なあ、はい、ありがとうございます。見たかっただけ。ごめんね。見たかっただけです。何だったんだろうの人たちが。急に人が増えたから。注目されてる。いないのに。ここにいるはず。もう砂しか見えない。見えない。はい。カスガメさん。どこにおんのこれ。こっち頭。どっち頭で？こっち頭です。これこれ。これ頭です。これが頭。頭。あ、尻尾なんで。すごいな。足上げていきます。一瞬なんで。うわ。すごいな。急にやる気スイッチ入んねんな。すごいやん。パクしてる。これは隠れてんの？そうですね。で何？餌が来たら？探しに行くことはしやねん。あんまりしないです。こうやって上に通る子だから。ああ、お。通りかかった。あ、じゃあ目、あ、これ目は見ずっと見てんの？あ、そうですね。上見てます。わかりにくいよね。この辺に目が見えるけど。すごいな、かくれんぼ上手やん。ここって何匹いるのこれ。ここ今3匹います。嘘やん。嘘やん。3匹ってどこよ。ここにちっちゃな子が、尻尾だけ。あ、ほんとや、なかなか中くらいの子が見つけにくい。この辺、こっち尻尾、こう頭で、ちっちゃい子がおるの？はい、ちっちゃい子がおる。ちっちゃい。で、中くらいっていうのがおるらしい、この中に。すごいな、ここにも。なんか、そうですね、見えるけど、ちょっと重なってんのかな。うん、ここにちょろっと尻尾が見、尻尾やな。尻尾なのかな。尻尾。とりあえずちっちゃい子。わからないという。ここにこうちっちゃい子で、ちょっと、思ってたところと違ったんや。中くらいの子でしたね。そうやな、奥でこう横になってたんな。ちっちゃいな。ちっちゃい子もう一回食べる。かわいいな、これぐらいのサイズだとかわいいな。あ、なんかパカパカしてる。なんだ、思っとったところと違ったわ、顔が。ごめんね。
これは何、食べ終わったらこうヒレをこう何パタパタして潜っていくの？あ、そうですね、パタパタして、うん、自分の上に砂かけて、これ今砂かけ途中だ。あ、そう、中途半端。いや、もう多分この間も隠れてるつもりなんや。あ、隠れてるつもりやって、ほぼほぼ出てるけどね。うん、目も見えてるし。もうちゃんとできたら気で終わんねや。お腹もいっぱいやし。もう一個食べる？じゃあもう一個あげて、結構ちっちゃい体でも大きいの食べれねえな。おお、すごいすごい、疲れてきた。噛まれたら痛い。いや、僕は噛まれたことないんで、わかんない。痛いかな。おそらく痛いと思います。あ、ほらほら。せやな。おお、ほらほらほら。あ、お尻が隠れたよ。隠れた隠れた。さっきよりだいぶ隠れた。はい、潜る？すごいな、変わった形のサメよね。そうですね、いわゆるよく知ってるサメの形とはちょっと違うな。あ、そうですね、ちょっとエイに近い感じ。でもエイじゃない。そうですね、カフガメ。カスザメのカスはいらないものという意味。カスのカスってこと？あ、そうですね、らしい。ひどい名前やな。何食べれもせえへんしみたいなことなんかな。食べれとは思うんですけど、美味しくない。美味しくないから、食用にならない。へえ。すごい、かくれんぼ上手。こないだあれを見せてもらった九千。あ、九千。うん。あの子も上手よね、かくれんぼ。かくれんぼ上手。かくれんぼ上手。かくれんぼシリーズで。あ、隠れない？か、くつろいでそうやな。くつろいでそうやな。はい。カスザメさんでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。